皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋ケセラセラさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。2008年創業の鶏白湯系の人気店。口コミサイトなどでも多くの高評価がつくラーメンを求めて連日たくさんの人が訪れています。小上がりの席もあるので複数人でも行きやすく、店主さんの丁寧で気配り上手な接客が気持ちいいです。塩ラーメン780円。鶏の旨味を存分に感じられる鶏白湯のスープは絶品。脂っこくもなく後味もすっきりしていると大人気です。いただきます。黄色い中太縮れ麺はプリップリで程よい硬さで食べ応えがあります。鶏白湯の塩スープはとってもまろやかで、一口飲むと心がほっこりします。ドロッと感も少なく後味がさっぱりしていて本当に美味しいスープです。これは全飲みの予感です。チャーシューは見た目によらず味がしっかりついていて美味しい。そしてほろほろ、お箸で掴むと自然と切れちゃうくらいの柔らかさで口の中でとろけます。他にも味玉、メンマ、貝割れ、ネギが入っています。ネギはたっぷり。平日の13時くらいにお店に着いたのですがほぼ満席。さすが人気店ですね。札幌の中心部からは程遠い立地ながら続々とお客さんが入ってきます。メニューは塩、味噌、醤油につけ麺もあるんです。つけ麺も人気が高いんですって。これから寒い時期になるのでまた暖かくなったらつけ麺にチャレンジです。味玉はいい感じにとろっとしていますね。今回も最後までとっておきました。スープにしっかりと浸して、おっと、生きのいい味玉です。スープが本当に美味しくて最高です。鶏の臭みが一切ないので子供から大人まで広く愛される一杯です。最後の一滴まで飲み干しちゃいますね。ごちそうさまでした。JR 学園都市線百合ヶ原駅から徒歩6分、駐車場は4台、席数は16席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは中華そばカリフォルニアさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。2015年のオープン後あっという間に大人気店になり、2020年にはラーメンウォーカーグランプリも受賞した中華そばの有名店です。新中華そば680円。仕上げに野菜の香味油を使い、醤油の芳醇な香りを引き立たせた絶品中華そば。もともとは夜のみの限定メニューだったそうです。いただきます。細めのストレート麺は中華そばのスープにぴったり、スルスルすすれて本当に美味しいです。スープは初めて飲む味、濃い醤油の味とほんのり酸味を感じます。これは感動。味を例えるとそばつゆっぽい味が近いんでしょうかね。とにかく美味しいです。これはたくさん味わいたいので大盛りにすればよかったかも。プラス300円です。かなり大盛りなのかな。
チャーシューは小さめながら脂身たっぷりでとってもジューシーです。チャーシュー自体の味も美味しいですが、スープが染み込んでさらにいい感じです。脂身は口の中で溶けちゃう。具材はチャーシュー2枚、たっぷりネギ、メンマの3種類、シンプル。値段がリーズナブルな分具材は少なめ。ラーメン食べたいけどがっつりはいけないなという時に気軽に食べられますよね。ネギは上に乗っているものとは別に刻んだものがスープにたくさん入ってますよ。塩煮干しそばやチャーシューワンタンそばなども大人気メニュー。全部美味しそう。店主さんが影響を受けた八王子ラーメンがここの中華そばに反映されているとの記事を見つけました。大学生の時に2年ほど八王子に住んでいたんですけど、八王子ラーメンという種類があるのを知らなかった。当時の家のすぐそばに中華そば青葉さんがあったので、そこばっかり行ってました。八王子に行く機会があったら食べてみたいです。全飲みです。ごちそうさまでした。地下鉄東西線菊水駅から徒歩5分、駐車場は1台、席数は17席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメン虎さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。札幌の中心部から離れた場所にもかかわらず、連日お昼には列ができるほどの人気店。すべてのメニューにファンがつくほど、どれを食べても美味しいと話題です。5泊880円。一見すると豚骨ラーメンのような塩ラーメン。スープを飲めば塩ラーメンの概念が変わります。いただきます。程よい硬さの麺は中太で縮れており、スープがしっかりと絡みます。スープはとってもクリーミー。魚介の旨味がものすごい感じられます。魚介豚骨スープをベースに作っているからこの色なんですね。最高に美味しいです。この琥珀を食べてみて、こってりな塩ラーメンもいいなと思いました。そして具はチャーシュー、メンマ、ネギ、海苔、玉ねぎ。海苔は早めに食べる派です。口の中がこってりしてきたら玉ねぎを噛めばすっきりしますよ。チャーシューはお箸で掴むと崩れちゃうホロホロ具合、とっても美味しい。今回もグビグビいっちゃいましたね。全飲みです。ごちそうさまでした。店内に貼り出されていた先月の人気ランキングですが、エビシジミ醤油豚骨が第1位でした。地下鉄東西線南郷18丁目駅からバスで6分です。駐車場14台、席は30席あります。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは磯野和夫さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。すすきのの繁華街のビルの1階にある人気ラーメン店。通常は夜10時から朝6時までの営業ですが、コロナの関係で昼営業をしています。メニュー表に書いてある通り、札幌ブラックがお店の一押し。飲みの締めにこのラーメンを食べに来るお客さんで、いつも満席なんです。札幌ブラック850円。強烈なインパクトの真っ黒なスープの醤油ラーメン。スープのコク深さに病みつきになること間違いなし。いただきます。
リップリのやや太めの縮れ麺はスープと絡み茶色になっています。弾力がすごいので食べ応え抜群です。たまり醤油を使用したスープはガツンとくる濃い味なのにさらっとした飲み心地、ニンニクの香りも食欲をそそります。黒いスープは癖になる美味しさで、グビグビいくと後で喉が渇きそう。札幌でブラックラーメンは3店舗くらい食べたと思いますが、ここが一番濃いです。ご飯と一緒に食べる人も多いんだそう。ご飯は中サイズ150円でつけられます。チャーシューはとろっとした脂身が最高。味はあっさりしているので濃いスープに浸して食べるとめちゃくちゃうまい。ちなみに取るのを忘れてしまったのですが、卓上に何種類か調味料が置いてあります。口コミによるとガゴメさんと書かれているガゴメ昆布の調味料を入れるとさらに美味しいんだそうです。次来た時にやってみようと思います。皆さん気づきましたか？今回キクラゲを抜いてもらうのを忘れてしまいました。ドーンとでっかいのが2つ入ってました。頑張って食べます。具はチャーシュー、半熟卵、キクラゲ、ネギ、メンマ、もやしの6種類。ちなみに麺は中細麺にも変更できますよ。塩や白味噌、辛味噌ラーメンもあるんですね。1日出るか出ないかって書いてあります。磯野和夫さんはすすきの界隈の人ならほとんど知っているほどの有名店です。普段夜食べに来れない方は昼営業をしているこの機会にぜひ食べに行ってみてください。スープは飲みきれませんでしたが完食です。とっても美味しかった。ごちそうさまでした。地下鉄南北線すすきの駅から徒歩4分、駐車場はありません。席数はカウンターのみ6席です。今回ご紹介するのは麺どころ鶏パンさんです。鶏白湯スープが自慢のラーメン店で、何種類もの鶏の部位を使ったコラーゲンがたっぷりのスープは女性にも大人気です。塩790円、いただきます。ちょい太めの麺は少し固めで、スープとの相性がとってもいいです。こだわり抜かれた鶏白湯スープはコクと旨味が感じられるのに、後味はさっぱりとしている。感激です。飲めば飲むほど美味しい。そしてメンマがトロトロしてて美味しいです。大きくて肉厚のチャーシューやスープの下の方に柚子の皮が入っています。後味さっぱりなのはこの柚子のおかげでもあるんですね。全部飲み干しちゃいました。ごちそうさまでした。市電山鼻線東本願寺前駅から徒歩5分です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価もお願いします。